すでに夏休みに入った情報学部ですが、今日はたくさんの高校生でキャンパス内が賑わっています。それではオープンキャンパスの撮影に行ってみたいと思います。この情報学部というのは静岡大学で最も新しい学部です。できたのは1995年、96年4月に第一声を迎え、大体20年ぐらいかというそういう学部でございます。ですから約3000人ぐらいの卒業生を世の中に送り出しているんです。でさっきビデオを見ていただいて、あそこでも喋ってましたけれども、この情報学部の最大の特徴はやはり、工学系の学科と、文系の学科が一つの学部の中にあって、で研究と教育をやっているというところが、最大の特徴であり、そしてこういうユニークな大学学部というのは、全国見渡してもありません、非常にユニークな学部だと思っています。就職に関しましては、またプログラムから元に戻って学科に戻って、集計が行われます。だから、情報科学科は、CS プログラムと IS プログラムの一部の、科学科として、情報科学科として入学してきた学生の統計、全100名の人数ということになります。社会学科も同様に、IT プログラムと情報科学科として入学された IS プログラムの人の集計ということになります。それではお話を伺っていきたいと思います。まずは自己紹介お願いします。はい、情報社会学科の3年遠藤涼子です。よろしくお願いします。で今メディア研究会の展示のところにいらっしゃるんですけれども、具体的にどのような展示をされてるんですか？はい、こちらメディア研究会の展示ではオリジナルと模倣についての展示をしています。模倣というと一般に悪い意味でパクリっていう風に取られることも多いと思うんですけれども、そういうことだけではなくて元の作品を知っていることで模倣された作品を見たときに感じる面白さ、パロディなどのそういう模倣にもいろいろ種類があるということを展示で表しています。そうなんですね。情報学部ではやっぱこういうことも勉強しているってことでいいですか？はい、そうなりますね。今日実際ご高校生の方とか見に来てたと思うんですけど、反応とかどうでしたか？そうですね、結構もう展示で長く泊まって見てくださる人もいて、あとどういうものに興味があったかっていうのをこちらから尋ねしてみるとかなり興味を持ってくださって、なんか声が面白いと思うっていうことを言ってくださったりして、なんかすごく意欲高く来てくれてるなっていうのがありました。確かにこう視覚的に見ても知ってるマークとかキャラクターとかあるから分かりやすいですよね。そうですね。今静大の先輩なわけですけれど、こうなんか今後入ってきたいっていう後輩たちに静大の良さとか情報学部の良さとかって何かありますか？そうですね、静大情報学部って情報って一般に聞くとパソコンってイメージが強いと思うんですけれども、それにとらわれず結構いろいろな種類の勉強ができるので、視野を広げるのにかなり適しているなと思います。ありがとうございます。じゃあ IT プログラムのミニ講義ということで、田中が担当させていただきます。IT プログラムは情報学部の中でも一番文系寄り の, プログラムになるんですけれども、その IT プログラムの中でも特に文系色の強いのが私の立ち位置ということになっています。で今日は私が普段はフランス語の授業とあとメディア系の科目を担当しているんですけれども、メディア系の科目でよくこう扱うことの多いアダプテーションということについてお話ししたいと思います。アダプテーションという言葉ですけれども聞いたことありますでしょうか？で何をこう適応適合させるのかというと、こうあるものを商品でも作品でもいいんですけれども、そういったものを異なる言語、地域、文化、時代、あるいはこうメディアとかジャンルに即した形に変えること、これをアダプテーションっていうふうに言うんですね。この八項がこう八項物語、この元々の八項のこう逸話から八項物語ができるまでのアダプテーションなんですけれども、さらにそれがアメリカの方で
リメイクされました。それでは本日オープンキャンパスでミニ講義を担当された田中修子先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。今日担当されたミニ講義についてなんですけど、講義の内容を、まあ、概要でいいので教えてください。今回はアダプテーションについてお話ししました。普段メディア系の授業でアダプテーションというのは、小説が原作のものを映画に変えたりだとか、あるいは映画を元にしてテーマパークとかゲームを作ったりとか、そういった過程と、あとそれでできたものをアダプテーションと呼ぶんですけれども、それについての講義を行いました。今日ミニ講義に多分高校生がたくさん参加されていたと思うんですけど、その高校生の印象について教えてください。はい、非常に熱心に聞いてくださって、講義の後にアダプテーションにとても興味を持っただとか、アダプテーションに似ていて、ちょっと違うメディアミックスに興味があるので、ぜひ大学でアダプテーションを勉強してみたいという学生受験生の方もいて、とても良かったなと思います。この動画を見ている高校生に対してですね、この静大の雰囲気ですとかを教えていただければなと思います。はい、静岡大学の情報学部はやっぱり少し理系のイメージが強いと思うんですけれども、今日のミニ講義で話した内容からもお分かりかと思うんですが、非常に文系的なこともやっていて、でかつ文系なんですけれども、現代のその情報社会との関わりを踏まえた、勉強ができるところなので、理系だけだと思わずに来ていただけたらいいなと思います。皆さん2年生っていうことなんですけど、はい、もうオープンキャンパスですか？そうですね、なんか夏休みに1個は、大学見とけみたいな先生に言われたんで、静大が、この辺だったら近いんで静大に、来ました。はい、でもこうわざわざ浜松キャンパスまで来たっていうことは、あれですか、工学系が興味あるとかですか？僕が理系 で文系なんですけど、最初工学部来ようと思ったら、工学部って理系じゃないですか。だから、3人で来れる情報学部がどちらも分離融合の。そうですね。いいですね。ちょっと情報学部の説明聞いてみてどうでした？なんか思ってたのと違ってて、ね、なんか自分がそのやりたかったのがあれです、CM 作りとか、あとミュージシャンのPV 作りとか、そういうのをやりたくて、で情報にそういう就職先があるのかなみたいな感じで来たんですけど、ちょっと思ってたのと違いました。でもそれも知れるのもオープンキャンパスなんで、そういうところ見れてナイスだと思うんですけど、今日オープンキャンパスに参加した高校生はミニ講義に真剣に耳を傾けたり、研究室展示を見たり、積極的な姿勢が見受けられました。ぜひ静岡大学に入学していろいろなことを身につけてもらいたいですね。以上、浜松キャンパスよりお送りしました。